ざるそばにぼたもち。ほんとぼたもちだよ。じゃあ最初に、はい、おそば。うちになって美味しいですよ。そばうまい。美味しいですよ。うまいよ。それでメインのぼたもち、はい、うん、あの僕甘いもんダメなんですけど、いけますね。昭和29年以降、台風の時以外店のシャッターを下ろしたことがないと言います。疲れたりなんかすると甘いもの欲しくなるでしょ。欲しくなる、欲しくなる、ね、はい、それでみんなこう食べるようになったの。24時間やればあんな時間に食べられるなって喜んでいただけると思う、ね、それでよしやってみよう。夜を通して店に立つご主人、しかし従業員はたまらない。これ作るのって難しいのだ。ここから離れられないんですか。離れられない。これあんこになるまで3階にいるんです。24時間ここにね、はい、働いてますよね、はい、もう辞めるって言ったことないですか。あれ今しょっちゅうしょっちゅうやめる、はい、ら社長と顔合うたびに言ってます。やめるやめるって、はい、言われてるらしいですね。やめるやめるってなかなかやめられないでしょ。いやご主人はやめられなくても従業員の方がいやもう少し経つとそういう気がなくなります。諦めるのを待ってる。免許改善に近づくとね、まだまだ開店以来他の和菓子には目もくれず、ぼたもち一筋。まだ日本が貧しかった昭和20年代、甘くてボリュームのあるぼたもちは大人にも子供にもお腹を満足させるうまさでした。街に響く朝の音、用日に次いで客の訪れを待ち続けてきたともしび、43年の年月。時間空いていれば便利、その便利な店という意味を指すコンビニエンスストア、全国におよそ5万店、総売り上げは8兆円をはるかに超える一大マーケット。激しくしのぎを削る各ストアはアイデア合戦で対抗。中にはロンドンバスを改装した移動式店舗まで登場。いらっしゃいませ。群雄割拠するコンビニ界に新たに大阪から野武士の一団が現れ入れたのであります。その軍団とは吉本興業のキャラクター菓子やドリンクを扱う代理店。大阪軍が東京に攻め入った。しっかりと頼むわ。で後のフォロー責任持たれたんだから、今日新たな気持ちで今日からスタートせや、はい、黙って聞いとけお前。もうほんまに専務中のはナンバー2やで。おい二度とあかんでこれは、はい。でお前これからするときは専務にきちっと数字出してやったことに対しては責任取ったろ。赤字は認めたくも、はい、よっしゃ言うたんだから。二度とあかんとこんな話、はい、そんだけは絶対すんなって。ビジネスやから。はい。いかなるしくじりも許さない戦闘集団。かなり激怒されてましたね。まあね、あのメンバーで2回の商売に1000万の損失、今日の怒り方で1000万私がこれ払わなきゃね。あんなもん怒ったうちに入りまっかいな。本当に怒っちゃったらまたすっごいで、これ話してるとまたこう見てきまんや。やめましょう。500万ずつ持ってこいって言うたもんなんで、まあ冗談ですけどおい北西、はい、あれもお邪魔します。はい、あのこれがね、はい、全くの素人ですけども本部長やっておりまして、前はあの電気会社です、はい、それの設計者です。それがまたなんでこのコンビニをここでやろうということで、会長と出会ったがねもう始まりでしたね。もう明るいからやな。そうですね、あの意気投合しまいって、ま現在もこれ兄弟みたいなもんですわ。初めてコンビニ界に戦いを挑む野武士集団が第一陣を張ったところはこともあろうに激戦地渋谷。会長の右腕として実戦部隊の大将に命じられた北西さんの武者震い。新規開店として第一陣を張ったところは目と鼻の先に2つのコンビニがすでに城を構えていたのだった。敵の大将はこれをどう迎え撃つ。実際オープンして
お店を見てからじゃないとちょっと影響度わからないですね。まあ吉本さんだっていう話だから、ちょっと違うお店だと思いますけどね。そしてもう一方の湯、ここもコンビニの飽和状態ですから、やっぱり1点は、まあ、その分うちも売り上げ落ちますので大変辛い立場になります。コンビニ戦争の雌雄を決するのは売り上げの 25% を占める弁当と言われている。弁当を制する者はコンビニを制する。それぞれに知恵を絞った弁当作りに日夜奮闘を努力していたのだ。敵陣攻撃まであと2週間どんな弁当戦略を練っているのか北西大将。弁当はね、ちょっとまだなんですよ。まだまだです。あれそれはね、一つ目玉ですんでね、前からの今食べ歩きして、8日まで見つけた弁当メーカーなんですかね、これを今言うと話させてもらって、でこれからです。まだこれからまだ交渉するんですよ。北西大将が探し歩きやっと眼鏡にかなった弁当。しかし相手はまだ味方として加勢してくれるかどうかわからない。何しろデパートの直営店でしか売らないという固くなな姿勢、それだけにコンビニにとって隠れた新兵器にもなる。しかし弁当界で孤高の戦いを続け、どこの陣営にも組みしなかった志を崩すのは何ちゅうの難。この弁当が味方につけば100人力だが、北西大将の頼みを聞いてくれるのか。コンビニに並ぶお弁当たちを差別化してますから、毎日の、まあ、コンビニさんに並ぶという形であれば、ちょっと、まあ、うちの対応も、まあ、手作りの良さもなくなってくるんじゃないかと、そういう考えではいますけども、はい、開店まで1週間、刻々と迫る戦いの日に向け総動員体制で励む城構え。それにしても味方の弁当の行く末が気がかり。どうもすいません、何度も何度も電話しまして申し訳ないです、おやです。それでですね、先週もお話ししてた件ですけど、2階の部分が弁当が全然用意できてないんですよ。でね、無理言いますけどもうどれもできないんでね。もしもし。開店4日前、横浜の弁当メーカーが決意を胸に現れた。果たして味方になるのか否か。弁当メーカーの大将直々に北西郡に赴いた。どうもどうも。どうもどうもすみません。はじめまして。一応うちもその、まあ、この業界っていうか、そのコンビニさんとか量販店さんへの、うん、納品がですね、全くゼロなもんですから、うん、もうちょっとね、うん、時間をもらえればですね、うん、この先ですね、当然そういう時が来ると思います、うん、うちの会社もですね。あと 3,4 年した時は北谷さんの上ね、ぜひお願いします。そうそうそう、ね、最初から一緒にね、変だけど苦労してくださいよ。特にまあもう3日オープンですんでね、あと4日でオープンになりますんで、うん、それよくわかりますよね、いやもう僕ね、もう硬いですから気持ちもしょうがないです。まあ断れないと部長がね言うんで、私来て断りくるわけですんで、また僕がね、ここで、まあ、だからそれはね、全然そんなことないですよ。社長としてトップ判断で出してもらいたいんですよ。分かった、君の情熱分かったから、分かった、1週間置いたろ、一回やってみると、売ってみると言ってくださいよ。売ってみますから、任せ、絶対もなる、ね、それ任せてください、絶対もなる。まあそれよく分かりました。絶対なりまして、1週間ですわ、一遍やりください、一遍、1週間、1週間だけ。ダメです、ダメです、ダメです、もうよ、ほんまにね、もうじゃあすいません、失礼します。お願いします。入れてください。お願いします。お願いします。入れてください。入れてください。お願いします。入れてください。お願いします。お願いします。お願いします。一週間で。いや、本当申し訳ないですけどね。こういう事情だってことでね。わかってます。一週間でお願いします。お願いします。一週間でお願いします。一週間でお願いします。本当にもういやいや、もちろんね、頭下げられないです。じゃあ行きましょう。一週間でお願いします。行きましょう。一週間でお願いします。すみません、本当申し訳ない。もうね、社長の意思の方は分かってました。僕はね、僕も九州なもんですからね。僕もね、もうそれ決めたらね、もうなかなかこう変わらないんです。自分の見つけたね、あれはもう絶対話せん人間。ほんまですよ。尻尾みたいな人間ですから。お願いします。お願いします。どうもよろしくどうぞ。はい。電話します。お願いします。すいません。どうも。北西大将の計りごとならず手痛い不覚であった。
八方塞がり、打つ点なし。参ったな、ほら。4日しかないな。不測の事態を迎えた北西軍、そこへさらに追い打ちをかけるようにこれまで鳴りを潜めていた相手が打って出た感謝セールという奇襲戦法に転じたのだ。コンビニ戦国絵巻、いよいよ戦いの火蓋が切って落とされた。しかし当てにしていた強力な味方を欠いた北西軍は急ごしらえの弁当で戦いに臨まなければならない。敵情視察に出かけた北西大将、そのマナコに飛び込んできたのは感謝セールの触れ書きであった。火球の事態発生、ツアー一大と取って返す北西大将。さあどう思案する。お弁当100円引きから150円引き、もう全部いっちゃう。弁当150円引き、大胆不敵な策に出た。この切迫した折も折、予期せぬ火星が現れた。同志結合を拒んだ弁当メーカーが長谷さんじた。これ新年さんのお弁当じゃないですか。三井駅です。どうなっちゃったんですか。お願いしたんです。持ってきてもらったんですよ。だってこの間、もうダメって言われたんですけど、もう社長さんに無理言いまして、ここまでやっぱりあの北谷さんの方がね、やっぱりうちの商品をここまで認めてくれていただいたということの開店祝いじゃないですけども、そういう気持ちでですね、あの、まあ、今日一日納品という形で。一日だけの援軍、しかし初陣には頼もしい力となってくれる。幕が切って落とされ、果てしない戦が始まった。思いがけない火星に勢いづいた北西軍は見事な戦いぶり。このお弁当30個欲しいんですけど。はい、30個30個って言いました。30個じゃダメなんですか。なんで会社の方でまとめて今買いに来たところなんですけど、ちょっと話題になってますから、お店の方が。ありがとうございます。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。どうですか、売れてみて。いや、ほっとしますよ。初陣に手柄を立てたり、そして一月後、戦況はどう変化したのか。周りの動向を探りに行ったところ、感じはベンリスがオープンしてからだいたい1ヶ月ぐらい経ちましたけれども、はい、いかがですか。そうですね、初め心配しましたけど、今現在では全く影響がないですね。全然。はい、おかげさまで、むしろ売り上げは上がっております。上がっている。はい。思わしくない戦況に目が血走る味方の総大将。これが1日の分だけしかない。そうです、パンとか全部、部門別なんで、この辺が一番。じゃあ売り上げ少ないな、全体的に。これじゃ少ない。総大将の一括に顔が引きつる北西大将。おい、北西。ちょっと来てくれ。ちょっと1号店の売り上げ少ないな。はい。俺がヨーグルトやな。はい。1日に、はい、ヨーグルト1つにしてもな、はい、1日に5個食わなあかん、はい、で午後毎日自分の店で買いに行っとん、はい、昨日15個買うてきた、はい、おいだら予想やな148円、はい、うちだけ130円で売っとん。18円違うたら年間ものすごい利益ちゃうん、はいはい、売り上げ少ないとこそんなことしとったらお前余計赤字やで、はい、1枚の多く売り上げささなあかんやろ、はい、そこをやっぱりもっとお前もな、はい、これからそういう勉強せや。わかりました、はい、やっぱり実績ですから結果ねだけですからね、取られるのはね思ってますよ。頑張りますよ。武君に輝く日はいつ来るのか。名大将の誉れと渋谷に名だたるコンビニの城があるという評判を手にする日まで昼夜を分かたず24時間の戦いは続く。